こんにちは、れいかです。はい、今日はじゃーん、いったゴーンって言った、じゃじゃーん、グレイルでお買い物しました。イエーイ。これは靴かな、なんか箱っぽいのが入ってる、なんかあのこれ思い切り佐川って書いてあるんですけど、なんかもう直に入ってるっぽいんで、まだ開けてないんですけど、実はじゃん、もう一個ありました。そう、どっちもまだ開けてないんですけど、今から開けていきたいと思います。まずじゃあこっちのちっちゃい方から開けます。もうなんかこれ大丈夫かな、なんかすごいなんか止め方なんですけどね、豪快に。まず一つ目、じゃじゃーん、こちら水着です。なんか思ったよりめっちゃでかそう。なんか自分の中ですごい黄色が今やっぱりずっとブームで、そうで、ニット系のビキニが欲しくて、ちょっとグレイルでいいの見つけたんで買いました。絶対でかいんだけど、これフリーサイズなんですけど、なんかこういう風に本当服みたいな感じで、なんかでかそうなんだけど本当に。で、この水着にしたポイントが、ハイウエスト、ボトムがハイウエストなんです。私ね、胴長なんで、そうハイウエストじゃないとマジでもう胴が長いんで、そう去年もハイウエストの水着を買って、なんで今年もハイウエストのものが良かったん で、色もね、形もめっちゃタイプでこれ買いました。確か1999円とかめっちゃ安くて買いました。こんな感じの素材で、なんかでもめっちゃ伸びそうやな、これかわいい。じゃあこっちの大きい方を開けます。あ、破れた。どれからいこうかな、4個あるんですけど、この中に2つ目、じゃーん、ドットのブラウスを買いました。これね、この襟の部分がスクエアになってます、肩のところで、こうなんか木工みたいな、ふわーみたいな感じになる形なんですけど、袖のところもね、こうふわってなる感じ、こんな感じです。なんかドットのトップスがいくつかあって、形がね、これすごいドツボで、このね、なんかスクエアの形の服を持ってるんですけど、めっちゃ可愛くて、そうで、形がめっちゃ好きだったんでドットを手に入れました。素材はね、ちょっと麻っぽい感じで、夏でもねすごい着やすいと思います。これ M サイズです。普通にね、ワイドパンツとかでも合うし、ショーパンでも合うし、私はね、あのホワイト系のスカートとかと合わせたくて買いました。かわいいな、ボタンもね、こんな感じのボタンでかわいいなと思います。3つ目はじゃーん、長い、フリンジになったニットのタンクトップです。めっちゃかわいいと思って、これにね、ショーパン合わせて着てたんですけど、めっちゃ可愛くて夏っぽーと思って買いました。止まった、ここで止まりました、服が。で、このニットのタンクトップを着る下に、じゃーん、これベアトップを買いました。結構ね、伸縮性があって結構きつめ、なんか私ゆるいの苦手で、これ結構きつめやなと思って買いました。昨日ベアトップの中に着てこれを着る、かわいい、はい、かわいい。で、このニットは1299円、このベアトップは799円、大丈夫ですかというぐらいの安さ。この2つで今2000ちょっとかな、もう最高ですね、本当に。ペアトップにこのニットのね、タンクトップを着てね、なんかフェスとか行きたいですね、かわいい。最後の5個目に行きまーす。じゃじゃーん、こちらは靴を買いました。ちょっと箱が
壊れてる、潰れてる、でってれん、じゃーん。これ今すごい流行ってるスニーカーサンダルを買いました。イエーイ。めっちゃね、これもうめちゃくちゃ念願のスニーカーサンダル。そう、ずっとねスニーカーサンダルを欲しくて、なんかデザインとか形がねあんまりピンとくるものがなくて、そうちょっとグレイル見てみようと思って、なんかスニーカーサンダルがいっぱい種類あったんですよ。グレイルも 3,4 点ぐらいあったかな。なんか結構めっちゃ厚底のやつとかそういっぱいあって、その中にねもうダントツこれが一番可愛いと思って、今まで見た中で一番可愛いと思ってこれ買いました。1799円、もうびっくりしました。なんかここのねソールの部分、ソールの部分っていうかこのここが結構クッションっぽい感じなんで、多分長時間すごい楽やと思います。持った感じそんな軽すぎず重すぎず普通な感じかな。スポーティーなね服とか着るとき、私あんまり普段スポーティーな服着ないんですけど、普通にデニムとかでも合うと思います。もうこれは絶対夏履きまくりますね私。はい、では今回は5つグレイルでお買い物しました。気になる全部のお値段は7395円です。安すぎる、本当に大丈夫ですかっていうぐらいの本当に安さ。こんだけ買ってやで、しかも水着も買って、まあ、水着がねすごい安いよね。まず2000円で買えるっていうところ、5点、まあ、1点、1600円とか。今回ねボトムを買ってないので全身コーデはあれなんですけど、今回買った商品またコーデ紹介でもご紹介したいと思うので、ぜひよかったら参考にしてください。もう本当にグレイルは安くていいものがたくさんあるので、よかったら皆さん見に行ってください。最後まで見ていただいてありがとうございます。それでは高評価とチャンネル登録、あとインスタ、ツイッターのフォローもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。